ネバダ級戦艦。ネバダ級戦艦は、アメリカ海軍の戦艦の艦級。ネバダ級は、アメリカ海軍において、初めて三連装砲塔を搭載した艦であり、集中防御形式を採用した、最初のクラスでもあった。ネバダ、オクラホーマの二隻が建造された。アメリカ海軍の1911年度海軍計画において、戦艦二隻の建造が、議会に認められた。 当初は14インチ35.6センチメートル砲12門の強力な戦艦を研究、設計していたが、この時に得られた予算では、建造が不可能であることがわかり、ニューヨーク級と変わらない、排水量と火力で、研究成果に基づいた新たなる武装、装甲配置を取った戦艦として、ネバダ級は建造された。また、本級は、手機の燃料に重油を採用した。 最初のアメリカ戦艦であり、最後の二軸推進艦であった以降の戦艦はすべて四軸推進。推進機関の比較研究のために蒸気タービンと複式機関を同じクラスに別々に搭載して比較した。ネバダ級からアメリカ海軍における標準型戦艦コンセプトが開始された。その設計概念はアメリカ海軍が 低速部隊と高速部隊の包括的な運用を可能とするためには重要なものであった。標準型の概念は長距離射撃21ノットの速度700ヤードの回転半径及びダメージコントロールの改善が含まれていた。この標準型にはペンシルベニア級、テネシー級、ニューメキシコ級及びコロラド級が含まれた。 ネバダ級の船体形状は武装増加に伴う、艦内居住空間の増加のために、艦首幹般に、船首楼を追加した、単船首楼型船体に改められた。同時期のイギリス戦艦と同様に、艦首水面下に、浮力確保用の膨らみを持つ艦首から、艦首幹般上に1914年型35.6センチメートル、45口径、砲を一番四砲塔は三連装砲塔に、 高所に位置する二番手法塔は連想砲塔に収めた。二番手法塔の基部から甲板よりも一段高い環状構造物が始まり、その上に司令塔と相舵環境が立つ。環境の背後から、この当時のアメリカ海軍の大型艦の特色である、カゴ状の全部マストが立ち、司令塔と全部マストを基部として、上から見て五角形状の船橋が設けられていた。 全部マストの下部に公開環境、頂上部に露天の見張り所を持つ。船体中央部に一本煙突が立ち、その周囲は関西邸置き場となっており、船体中央部にクレーンが片元一基ずつ、計二機により運用された。クレーンの基部で船首楼が終了し、甲板一段分下がった、後部甲板上に頂上部に露天の見張り台が置かれた籠状の後部マストが立ち、 連装砲塔の3番手砲塔と3連装砲塔の4番手砲塔が、背負い式配置1機ずつ配置された。ネバダ級の副砲である12.7センチメートル、51、後継速射砲は1番手砲等側面の原則に、開口部を設けて、ケースメイト、方角配置で片言8機ずつと完備に1機、甲板上に、片言2機ずつの計21機を配置したが、 最も監首に近い2機と艦尾の1機は、開口部から波浪が侵入して、使い物にならないばかりか、浸水被害をもたらしたために撤去された。なお、複砲撤去と同じ頃の1916年に、飛行船による航空爆撃の危険性が示唆されたために7.62センチメートル、50口径広角砲を装備することとし、看板上に単装砲がで計4機を配置した。 これは1920年代に本級は 7.6cm 広角砲6機を追加して10機となった。1922年より弾着観測用に水蒸気を運用するためにカタパルトを3番手法登場に設置した。ネバダ級は第1次世界大戦後の1920年代後半にワシントン軍縮条約で定められた範囲で近代化改装を受け、 アメリカ戦艦の特色であったカゴ城の前後マストは強固な三脚式へと更新され、頂上部の露天の見張り所は新たに射撃砲位板室を乗せた二段の密閉型見張り所が設けられた。小型で使い勝手の悪かった環境は、箱型の大型なものへと増築された。武装面においては条約により、 主法口径の増大は認められていなかったので、副法以下の微法に改良が加えられた。第一次大戦時の戦訓により、波浪が吹き込む原則ケースメートは閉塞され、新たに甲板上に増設された。上部構造物の側面部に片言7基ずつと、最上甲板上に片言1基ずつ、計16門が移設された。断着観測用の水蒸気運用のために、 船体中央部のクレーンは大型化し、新たに完備側にも1機が設置されて2機となった。これらの改装によるトップヘビーを防ぐためと、対水雷防御改善のために1番主砲塔側面から4番主砲塔側面にかけて水戦下にバルジを装着されて間は32.9メートルとなった。第二次大戦開戦後に復旧工事が施されたネバダは火災により、 損害を受けた環状構造物をすべて撤去し、環境構造はさらに大型化され、全部マストは頂上部に見張り所とアンテナを乗せた軽量な三脚式紙、即挙技や射撃砲をイバンは箱型の環境の上部に移設された。煙突の位置は倍煙が全部マストに逆流するのを防ぐため、三脚マストの間を抜けるように接近されて少しでも バイエンを後方に逃すため筒状、カンネルキャップを後方に傾けて装着した。後部マストは、レーダーアンテナを乗せた小型の三脚マストが設置され、射撃照準装置は代わりに大型化した、後部環境に移設された。射撃レーダーも、最新のマーク8に更新された。対空警戒レーダーも、全部環境の頂上部に SG レーダーアンテナが、後部環境上に SC レーダーが設置された。 これら環境構造が大型化したため、期間復旧時に、煙突は二ホーム煙突から、環境に接続した一ホーム煙突に変更となった。武装面においては、主砲塔は、重量弾を撃てる改良型砲塔となり、対空火器も12.7センチメートル、38、後継広角砲を連装砲がで、原則甲板上に片に4機ずつ、軽8機、近接火器として、 ボホース 4cm56 口径機関砲を上部構造物の周囲に4連装砲がで発揮、エリコン 2cm76 口径機関砲を単装砲がで16丁搭載した。この改装により満載排水量は35,400トンに達した。 ネバダ級の手法は全球に引き続き1914年型 35.6cm45 口径砲を採用した。その性能は重量 635kg の手法弾を最大行角15度で射距離 21,030m まで届かせることができる性能で射距離 18,290m で 原則走行 170mm を、車距離 1920m で 305mm を貫通できる性能であった。これを新設計の3連装砲塔2機と連装砲塔2機に収めた。これにより全球と同じく10問でありながら、砲塔数を減らすことが可能となり、砲塔を1機浮いた分の武装重量を防御走行に回すことができた。砲塔の不行格能力は、 強角15度、深く5度で旋回は、守備線方向を0度として、左右150度の旋回角度を持っていた。発射速度は、毎分1.25発であった。ネバダ級の複砲は全球に引き続きマークス7911年型12.7センチメートル51、後継速射砲を採用した。その性能は、重量22.7キログラムの砲弾を、 最大行角15度で射距離12,850メートルまで届かせることができる性能であった。発射速度は毎分8から9発、方針の行角は15度、深く10度で動力は人力を必要とした。射回は露天では300度の旋回角度を持っていたが、実際は減速配置のために回は制限があった。その他に、 対艦攻撃用に53.3メートル水中魚雷発射管を、単装で2機を装備した。収益後の1916年に、対空火器として1914年型76.2ミリメートル、50口径広角砲が搭載された。その性能は、重量5.9キログラムの砲弾を最大行角85度では、 射程9270メートルまで届かせられる、この砲を単装砲が搭載し、砲画の不行能力は、行角85度、深く15度である、旋回角度は、露天で360度の旋回角度を持つが、ケースメイトでは、旋回角に制限があった。砲身の不行、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に人力を必要とした。発射速度は、 毎分15から20発である。WW15 の近代化回想により、対空火器が追加され、マーク101914年型 7.6cm、50口径広角砲を採用した。その性能は、重量 5.9kg の砲弾を最大行角85度で、最大百七 9270m まで届かせることができる性能であった。発射速度は、 毎分15から20発、方針の行角は85度、深く15度で、動力は人力を必要とした。車会は、露天では360度の旋回角度を持っていたが、実際は、上部構造物により車会は、制限があった。これを単装砲画で、軽発機装備した。他に近接対空用に、ブローニング車の 12.7mm、50口径機銃を6機搭載した。 これらの夏季は1942年まで搭載していた。1942年の復旧工事の際に手法は1933年型 35.6cm45 口径法に更新された。その性能は重量 680.4kg の手法弾を竣工時の倍の行角30度で射距離3万 1360m まで届かせることができる性能で、 射距離21400メートルで、減速走行305ミリメートルを、射距離1520メートルで457ミリメートルを貫通できるなど大幅な貫通力向上であった。砲塔の不行角能力は、行角30度、不角5度で旋回は、守備線方向を0度として、左右150度の旋回角度を持っていた。発射速度は、毎分1.75発と、わずかに向上した。 ネバダ級の副武装はすべて撤去され、新たに新戦艦に採用されていた、マークス12,934年型 12.7cm38 口径両用砲を採用した。その性能は、重量 24.5kg の砲弾を行四45度で、射距離 15,903m まで、最大行八85度で、最大射高 11,887m まで、 届かせられ、射程4940メートルで、減速走行102ミ、mm、リメートルを貫通できることが、できる性能であった。発射速度は、毎分12から15発、方針の行革は85度、深く15度で、動力は主に電動で補助に力を必要とした。射界は、減速方向を0度として、前後に150度の旋回角度を持っていたが、実際は、 原則配置のために2回は制限があった。これを片原4機ずつ、軽8機を搭載した。他に近接対空火器として、母ホース 4cm、56口径機関砲を4、連装砲がで10機と、エリコンメー 2cm、76口径機銃を、連装砲がで20機、単装砲がで5機を搭載した。機関の形式は比較研究のために、姉妹で、 別の形式が採用されており、ボイラーの形式は、ネバダが、ヤーロー式重油戦勝水管管12機、オクラホマが、バブコックウィルコックス式である。推進機関は、この時代のアメリカは、タービン機関の開発に立ち遅れており、低速時の燃料消費に問題があった。このため、比較研究のために2隻は異なる推進機関が採用され、ネバダは、 カーティス式自家タービン2機2軸推進。だがオクラホマは三段膨張式レシプロ機関、ビティのままとされた。このためオクラホマはレシプロ機関を採用した最後の戦艦であった。大やけにおいてネバダは最大出力26,500馬力で速力20.9ノット、オクラホマ24,800馬力で速力20.5ノット。この結果でタービン機関に比べて、 レシプロ機関は出力が低く、燃費も約1割は劣り、振動が大きい、買ったため、以降のアメリカ戦艦はタービン機関を採用することとなった。ネバダ級の機関配置はニューヨーク級のものを踏襲しており、大きな変化はない。ボイラー室は3室に分かれており、1室あたり、ボイラー4機が並列に並べられた。その後ろに重角壁により2室に区切られた。 機械室が設けられ、一室あたり推進機一機が設置された。ネバダ級の防御は前日通りに予算の制約があり、武装重量の増加は抑制された。しかし、設計士官は防御様式を重要区画のみに極限する集中防御方式の採用により、ネバダ級は防御力の向上を図っていた。さらに、主砲等数が五機から四機へと減少したために、 防御重量は全球の3441トンから3788トンへと余裕ができた。原則走行体は1番主砲塔から4番主砲塔の弾薬庫を防御すべく長さ122メートル、高さ5.1メートルの範囲を防御した。水線部装甲は全球よりも厚い343ミリメートルとなり、上側343ミリメートル、 下側 203mm とテーパーしている。水線下防御はあまり重視されておらず、一層式の重油タンクと 38mm 厚の装甲板で浸水を止める考えで艦邸部の耳へ底であった。水平艦板の装甲は、原則走行と接続した主艦板走行で敵弾を受け止め、剥離した装甲板の断片、スプリンターを下艦ンで受け止める複層構造とした。 主幹板が最圧部で63から7 6ト、mm、ル、下幹板が38から6 3ト、mm、ルで、水線部走行と接続する部分は傾斜している。また、本級から煙突の基部から敵弾が突入するのを防ぐため、機関区の煙時基部に3 4 3トルの垂直走行が施されている。主砲塔の走行は、搭載形式で異なっており、 三連装砲塔は、前縦は 457mm、側盾 254mm、後ろ縦 229mm、天外 127mm と重装甲だった。一方、連装砲塔は、前盾が 406mm と、わずかに薄くなったが、他は、同じ厚さである。基部のバーベットは、甲板上は 320mm であった。 第二次大戦時の損害復旧時には戦訓により、艦艦防御と水雷防御の強化が行われ、艦艦防御は弾薬庫が1 4 0ト、mm、ル走行、機関区は1 6 5トル走行へと強化された。水雷防御は、船体の外側から、主艦艦から艦底部までの高さを覆う2層型のバルジが1番砲塔から4番砲塔にかけての広範囲を防御する範囲に追加され、 その厚みは約2.7メートルもあった。その他は、主砲塔の天外は178ミ、mm、リメートルから190ミ、mm、リメートルへと強化された。ネバダ級は第一次世界大戦が始まる前は大西洋で活動し、戦争が始まると連合国補給船の保護支援のために1918年にヨーロッパへ展開した。その任務は大戦後も続き、 1920年代の初めまで行われた。ネバダ、オクラホマの両艦は共に艦隊主力の中でも最古産の艦であった。1927年から1929年にかけて広範囲な近代化が行われ、主砲業格の引き上げ、アメリカ戦艦の特徴でもあったカゴ状マストは三脚式に更新され、頂上部に射撃砲位反室が前後マスト状に、 設けられた。着弾観測のために水蒸気2機が搭載され、運用のためにカタパルト2機が設置された。老朽化したネバダのタービンはこの時期に退役したノースダコタのものと交換された。オクラホマの式交換は行われなかった。ネバダ級の複砲は波の影響を受ける原則部分から上部構造部分に移設され、新たに25口径5インチ対空砲が増設された。 原則部分の走行も強化され、間幅は33メートルに増加した。ネバダ級は2隻とも1941年12月8日の新自湾攻撃、太平洋戦争で航空攻撃で損害を受けたし、ネバダ級の防御対策が十分なものではなかったことの証明であった。この時、ネバダは上院の起点で浅瀬に恋に座礁させて、 沈没を防いだことによりダメージの悪化を防いだ。一方、横転沈没したオクラホマの復旧作業は困難を極め、アメリカ海軍は復旧を断念した。損傷度の低いネバダは同年2月12日には不要され、ハワイ交渉で応急修理を実施後、4月12日にアメリカ本国のピュージェットサウンド海軍造船所に開港されて、 本格修理に入り、4月から12月にかけて、最後の機内化が行われた。損傷復旧後のネバダは、ヨーロッパ、太平洋の両戦線で、上陸作戦の砲撃支援、艦砲射撃を行うなどして活躍した。ネバダは、大戦後は、早々に退役し、ビキニ干渉での原爆実験、クロスロード作戦に供用された後、1948年に、 標的感として沈められた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。